世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間陽先生です。今回私がね開発したインジケーターのですね、FX の投資もできますけども、バイナリーオプション取引もできます。こちらに対しては1分足の設定で、いたします。そうしますと15分以下ですと1時間周期の、15分足の以下ですね、設定しますと自動的に1時間足のポジションが作られます。それによってですね、ちょっとお見せいたします。こちらなんですけども、バイナリーオプション用のインジケーター、FX 用のインジケーターなんですけれども、通常ね、は、FX で投資するインジケーターからですね、M1 にしますと、このように点が出てきます。これ1時間周期なんですね。1時間周期なんですね。その時にね、終わりを見る、これで1分足なんですね。終わりを見てください。ね、終わりを見てください。決算の終わりを見てください。そうしますと、ここでね、上だよっていう指示が出てます。で、ここで決算されて勝ち。ね、で、この間際ですね、こう、ガチ、いろいろ打ってて、変わったら移行していくんですよ。シグナルを打っていくんですよ。で、これは今度上ですよっていうのが出てますね。シグナルがここら辺でね、確定してきたんですね。ね。まあ、ここでもいいんだけど、上やってて。まあ、全部落ちてないから上ですね。青が全部通ってますから、ここね。この決算までに。だ、上勝って、ここで勝ち、大勝利。ね。ここも勝った、ここも勝った。じゃあ、ここはどうでしょうか。ここ、上ですね。で、ここを見てください。上ですね。勝ちました。で、ここはまた、これ、点が打ってるとこが00時なんですよ。00分なんです。決算時間、1時間周期の、ね、決算なんです。で、これで見て、週末見ますね。ここを打ってください。ね、下にしてください。ここで落っこちましたね。また勝ちましたね。こっからですからね。で、ここをね、週末見てください。こう、間ね、いろいろ打って転換してくださいね。上打って、下打ってください。それでまた上打ってください。それで決算はここですね。勝ちですね。ここもここだから勝ちですね。ね。で、ここ、ね、ここは筒抜けだから上に勝ったんだけど、あ、ここはまだわかんないね。ここはダメですね。ここに変わってから変化ですから、この間のね。これは受け付けません。ここ前のです。ね。で、ここで変わった、落ちますよというところを見てください。ここで落ちました。ね。ここで勝って勝ちました。これもね、ここですね。ここ。で、ここで決算する。落ちてます。勝ちました。はい。全勝ですね。この、半間陽先生が開発したインジケーターは FX 利用からバイナリーオプション用、バイナリーオプションのにも通用する、画期的なインジケーターです。このように勝率がいつもありませんけども全勝でした。これは M1 で見てたわけですね。M1 でね。
このようにシグナルを見て投資する。ね。このようにアナログに表示で上か下か出ますのでね。これでね、投資していくだけなんです。だから、常時投資できるのが、ハンマヤオ先生のこのインジケーターなんですね。バイナリーオプション。一つの通貨見てても常時投資できるんですよ。休みなくね。わかります？まあそんなことで。で、5分足でも、分析できます。5分足でもね。それで、15分足から点がなくなります。こっからはバイナリーオプションありませんからね。長くなりますので、ありません。通常は、FX の、日足、デーワンでね、FX で投資します。全部、こう上でしょ？こう買って、こんなに買ってるわけですね。で、ここ下で、下になってきて、ここで、決算ね。ね。これ上でしょ？これ、まあ、大体全部買ってますでしょ？ね。ここは上で、下まだ抜けられるからまだ待ってとね。こっからここ取引して、これまだ下抜けられるからここ待ってってこうですね。だからこっからここだからこれだけ稼いでるね。ね。そういう感じね。で、これもこうだから、ここ待って、ここでね、ここと、ここら辺ね。そういうふうに通していきます。非常にね。で、出てくるのは、15足もダメで、5分足から出てきます。この点が。この点が出てきます。紫色かなんか、ね、この点が出てきます。これは1時間周期ということですね。1時間周期。